どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はねレベル上げやっていきます。まあモンハンストーリーズ2クリアするまではレベル上げって特に必要はありません。クリア後からがレベル上げが必要になってきます。なぜかって裏ボスが強すぎるから。裏ボスもそうだし、あと古竜種とか二つ名持ち、その辺がとにかく強いので、普通のレベルじゃ太刀打ちできません。なのでレベル上げは必要です。今日おすすめする場所ここだね。クリア後の世界からこの竜の寄り地っていうところが出ます。全部で9階層まであるんだけども、それの第2層です。ここで行きます。はい。まあ、やり方なんだけども、レベル差が敵とレベル差がありすぎると、ワンパンして倒すことができます。ここが経験値も美味しくって、敵がね、うまいことまとまっててくれてるので、行きやすい場所になります。まあ、時間として、一周回ってきて5分です。5分。で、5分で一周回れて、経験値が10万弱。それぐらいもらえます。ただこの10万弱っていうのが、お祈りをして、お札をあげた時の、数値だね。お祈りも、お札もやらない場合は、8万ぐらいです。はい。では早速、行きましょう。スタート。ここはね、このカニとね、ゲリョスと、あと何がいるっけ？あと魚がいる。と、あと、鳥もいるね。こういう感じで、倒していきます。もうあっという間の出来事だね。あっという間の出来事だけども、こういう感じで、進んでいきましょう。まず、入り口にカニがいて、そこを左に行くとゲリョスがいます。で、ゲリョスが、ちょっとね、なんか知らないけど、レベルがある程度高くないと、ワンパンできません。これおかしいのよ。なぜかゲリョスは、あのね、レベル60ぐらいからしか、ワンパンできなかった。レイヤとレウスは、50半ばぐらいでワンパンできたのに、ゲリョスはね、わけがわからない。なぜか、ワンパンできないんだよね。で、クルペコ。鳥は、経験値、1000ちょっとしか持ってないので、まあ、倒さなくてもいいです。でも、倒した方が、美味しいっちゃ美味しいけどね。はい。で、次、魚。サクッと倒していきましょう。で、この魚が確かね、金色の鱗を、たまに落とすのよね。金の鱗は、売ればかなりの、お金になるので、美味しいです。もう探検隊がどんどん帰ってくるな。で、そして、また帰ってくるな。どんどん帰ってきたな。で、次、ゲリオス。倒していきましょう。この、お供探検隊か。あれも、もう最高までね、解放して、毎回6体全部出すようにしましょう。うん。なんか、あそこで、レベル上げができるみたいな話も聞いたんだけども、実際やったところ、美味しくはないね。美味しくない。だって、1時間探検して、で、経験値が1万5000だから。1時間で1万5000。で、しかも、モンスターにしか入らないのよね。主人公には、経験値が入らないので、やっぱり、ここをね、回っていった方がいいです。で、おそらく、今、俺のレベル、60ぐらい。まあ、55ぐらいからこれできるんだけど、もうちょっとね、レベル上がったら、多分70ぐらいになったら、もっと仮想のところを行けるようになるので、その時は、またね、動画出します。多分それがね、一番美味しくなるんじゃないかな。はい。で、これで、次、上に向かいますけども、ちょっと寄り道で横で魚を倒していきます。
はい、行きなさい。魚もね、一回倒すと、6000くらい経験値もらえるんで、美味しいです。で、しかも、あ、7000か。7665もらえたね。意外に多かった。うん、経験値ももらえるし、金の鱗も出ることがあるので、あいつは美味しいです。で、次こっち行って、下の方に向かいましょう。で、このね、ティガアシュ、もしくはティガ、どっちかを、使いましょう。そうすると、高速移動ができるので、すごく時間の短縮になります。高速移動しなかったらば、10分はかかんないけども、8分とか7分とか、それぐらいはかかると思う。うん。なんで、高速で行けるティガをお供にしといてくださいね。はい。どんどん行くよ。今半分ちょっと過ぎたところですね。で、次は横にまた入っていきまーす。で、ここが美味しい。カニがね、2体同時に出てくる場所。ここ美味しいよ。もちろんワンパンで倒して、経験値が1万500。美味しいね。うん、1万台入手できるところが、この洞窟は2箇所あるので、めちゃくちゃいいです。うん。4階層でも試してみたけども、4階層よりも、この2階の方が、断然美味しかったね。4階は、そんなに経験値、もらえませんでした。はいはいはい。で、そろそろ終わりかな、確か。確かそろそろ終わりだった気がする。で、次、上に向かって、行きましょう。で、この魚を倒して、フィニッシュだね。ここで終わり。これで、ここの洞窟の中を、ほぼ根こそぎ倒したことになります。まあ、5分で、一周できるようですね。はい。で、これで最初のところに戻ってきました。もうティガのこの運転にはもう慣れるしかないからね。ティガは慣れてください。で、クリアしたらば、こっちの1階層の方に戻ります。こっちに戻って、で、また、2階の方に入り直します。そうすると、また敵が湧いてるので、この繰り返し、という風になりますね。うん。行くぞ。まあ、全くね、戦闘を、まあ、するにはするんだけど、ワンパンするんで、戦闘ほぼしてない感じなんで、うん、ほぼ眠った状態でもやっていけます。でも、ずっとやると、きついよ。結構きついからね。うん。まあ、99までは、このワンパン方法で、全然上げていけるとは思うんだけども、おそらく20時間ぐらいかかるんじゃない？それぐらいまでレベル上げるのって、そんぐらいだと思います。よし。はい。まあ、とりあえず、こんな感じで、レベルを上げていってください。5分で一周できて、で、経験値がお札とお祈りをした状態で、約、10万弱もらうことができます。はい。まあ、とりあえずこれが、終盤っていうか、全クリ後だね。全クリ後のとりあえずのレベル上げ場所となります。ここがかなり美味しいです。で、もう少しレベル、70ぐらいまで上がると、仮想のね、8回とかそこら辺でもいけると思うのよ。なんで、そこら辺が判明次第動画出していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。